アピタ新潟亀田店は、新潟県新潟市港南区宇のこにある、ユニーカブ式会社が管理、運営する、ショッピングセンターである。新潟市港南区の亀田市街生端、国道49号のうのこインターチェンジと日本海、東北自動車道の新潟亀田インターチェンジの、東側、港南警察署の裏手に立地している。1.2階を、売り場。 三階と屋上を駐車場とした鉄骨作り三階建ての建物で総合スーパーアピタを各店舗に家具、インテリアのニトリ、ベビー用品のアカチアン本邦をはじめとする約90の専門店が出店している。当初、ドーチェは大英が出店権を得ていたが、当時の同社の経営不振などの影響から1999年に出店を断念。変わって同年、 ユニーが出店権を継承。アピタ新潟亀田店を建物西側に、複角店舗にホームセンター、U ホーム新潟亀田店を建物東側に配置して建設が進められ、翌年11月10日にオープンした。350席のフードコートも備える形となった。2007年1月14日に U ホームが閉店並びに県内から撤退。 新潟県はもともとコメリ、アークランド坂本などといった大手ホームセンター各社が拠点とする地域とあって、業績が伸び悩んだことによる。代わって、アトフロアには、同年5月、ニトリとアカチアン本舗が順次オープンした。新潟亀田インターチェンジ周辺や、亀田バイパス沿線には、アピタ新潟亀田店開店以降、2002年に、 中央区馬ヶ山麻座大日南電に開店したショッピングセンターアークプラザ新潟2005年に江南区横越中央8丁目に開店したプラント5横越店2007年秋に新潟亀田インターチェンジ西側に開店したイオンモール新潟南といった大型 SC の出店が相次いでおり同店とは競合関係にあるありがとうございます